皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年7月の30日、残念なお知らせなんですけども、大阪万博なんですけども、その委員の人たちの名前を見たら会長が経団連の会長の徳倉さんでした。ちょっとそれ見てね、ものすごくがっかりしてるんですけども、まあ他の委員の方とかも含めて、行政の政府高官の人たちとかだったりとかね。で、最近までの記事では海外からの入札はなかったはずなんですけども、海外からの入札が入ってしまったと。もし海外は一件も入札してくれなかったら、これは国内の問題であるということで、万博中止することできたんですよ。だから、それ辺のところ含めて、海外の方たち、引き上げれるんなら引き上げてください。徳倉さんや国会議員の方たちも正常な判断、お願いいたします。以上です。